こんにちは、カイチです。今回からですね、新しいゲームシリーズの実況ですね、キングダムニューランズというものをやっていこうと思います。こちら今スマホのアプリ版をプレイしているんですが、パソコン版とスイッチ版かながあるそうです。で、細かい説明をちょくちょくしていきながらやろうかなと思うんですけど、このゲームですね、ドハマりしまして、それでまあずっとやってたんですが、結構抜けられなさそうだったんですね。結構長期的にやりそうだなと思いました。で、それだったら、まあ、最近は YouTube の方も始めましたし、こう形に残すのがいいのかなと思って、この通りちょっと始めています。で、きっかけはですね、このチャンネルの登録チャンネルにもある夜勤明けチャンネルっていうのがあるんですけど、ポケモン GO で、同じ黄色チームの黒金さんですね、が運営しているものになります。で、初めて会った時もですね、私 YouTube に動画上げてますっていう一言を聞いたのが未だにこう印象的なんですけど、あ、YouTuber がここにいるみたいなので、まあそこから結構あれですね、潜在意識的にも、YouTube がこう頭の片隅にあったような形ですね。なので、まあ本当に黒金さんは結構大きなきっかけですね。で、黒金さんがこのゲームですね、キングダムニューランズの実況をしていて、で、それを見てですね、あ、これはハマるやつや。やったらあかんやつや。みたいなことを思ってたんですけど、まあ面白そうなんで、なかなか見るのは、こう、止められないですよね。で、黒金さんのを見て、その後、まあ面白そうだったんで、どんどん他のチャンネルさんの実況も見てですね、これは面白そうだなぁと思い、このアプリですね、スマホ版を、まあ、購入してしまうに至るわけですよ。と、あれですね、俺喋りながらゲームするの難しいですね。慣れていかないかんですね、このスタイルに。はい。で、まあ、このゲーム、どんなゲームかっていうと、こう今みたいに、プレイしてるのは、この馬に乗った女の人ですね。で、よく見ると、王冠を頭に乗っけてるんですけど、どうやら、まあ、このグループの長らしいんですね。その、王女になるのかな。で、この人が、わけのわからんこの島にいるんですよ。で、島にいて、この通り、こうなんかこう、森の中を駆け巡ると。で、何が目的かっていうと、よくわかんないんですよ。本当に、まあ、わかるっちゃわかるんですけど、わかんないんですよね。真の目的はわかんないです。とにかく、この島を脱出するのが目的なんですよ。当面はっていうか、まあ、本当にそれが目的なんですけど、で、脱出するんですけど、まあゲームなんで、何て言うんですか、こう悪者がいないといけないじゃないですか。で、悪者がいるんですよ。で、今こう夜が明けて朝になろうとしてるんですけど、今なんかよくわからない数字出ましたよね。2っていう、あれ2日目になりましたってことなんですけど、これ夜明けですね。夜が明けましたと。なんか人狼みたいですね。人狼みたいですね。人狼っぽくていいと思います。夜になると悪者が来るんですよ。で、それから身を守りつつ、この島で、船ですね。脱出用の船を作って、それで脱出するっていうのが、まあ、目的になるということになります。でですね、この単純なのが面白いんですよね。
あ、これですね、これ。こう、沈みかけた船があるじゃないですか。これを修理して、立派なものに作り上げて、で、脱出すると。いうことになります。で、結構やり込んだんですよ、このゲーム。なので、あんまりこう、チュートリアルっぽいことはしていかないんですけど、普通のプレイ画面ですね、を見ていきながらいろいろ解説していけたらなと思います。で、このお兄さん、走ってますね。走ってるのか、リズミカルにこう、ちょっと早歩きなのかっていう感じなんですけど、仕事ができたんで走ってる感じです。で、何したかっていうと、ずっと前に、自分がですね、仕事の発注をしたんですよ。これピンピンピンと、コイン持ってるんですね。右上に、こう、釜を持ってて、釜っていうのかな？水がめみたいなのに、こう、お金を貯め込んでると、このお嬢さんは。で、こういう木のところに、ちょっとしたバッテンがあると思うんですけど、これはさっきこの木を切ってねっていう風に発注をしたんですね。開けり始めました。いいぜっつって来てくれたんですね。で、木を切るとコインが落ちるのと、あとはまあ普通に木が倒れると伐採していくわけなんですね。で、なんで伐採をしていくかっていうと、この領土を広げるために、まあ必要な行動なわけですね。で、また仕事を見つけてですね、この通り走っていきました。っていう感じで、あ、これです、これ。真ん中にちょっとした丸がありますよね。これにピュンってコインを投げると、ここ切ってね、1コインで発注するっていう形ですね。で、あ、ここね、つって文句も言わずに切ってくれると。これも切ってもらえますか。で、伐採するとですね、先ほどこの辺が結構、バックの、なんていうんですか、グラフィックも、あ、これですね、木が消えていきますよね。こんな形で森から、なんていうんですかね、草原っていうか、ちょっと、土地が鳴らされるんですよ。で、それをすると、できることが増えるんで、それを狙って、ちょっと発注をしたんですけど、出てこないな、出てこないですね。こんな感じで定期的に牧草のところでこう馬にですね、牧草を食べてもらうんですが、これは何でかっていうと、この馬は走り続けるとスタミナが切れるんですよ。はっはっはっは言いながらこう息切れするんですけど、そのスタミナを回復するためにこういった牧草を食べてもらってます。で、後ろのバックを見てもらうと、どんどんですね、森林が小さくなっていくはずです。そして、この木が切れるようになるんですよ。これが結構重要なんですよ。その、切れる木と切れない木があるんですけど、それは、なんていうんですかね、こう、切れる木から、なんていうんですかね、林の中心は切れないんですけど、一番端っこは切れるんですね。で、一番最初はこの島の端っこから切ってったんで、この通りどん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 そこまでの林がなくなっていくんですけど、で、ここがその一番端っこになると、もうそろそろでなるんじゃないかなと思うんですが、ならないかな、なってもらわないと困るんですけど、あ、なりましたね。で、発注発注切ってね、切ってねっていう感じですね。で、ここにいるのはですね、これ焚き火してますよね。これキャンプなんですよ。見知らぬ島にこうキャンプ場があって、で、そこに人がいると。で、その人に今コインをあげたら、こうゆったりと歩き始めましたよね。これ、
この島の中心部にこの王女様の拠点があるんですけど、そこに向かってるんですね。でこの人もそうですね、なんかこう苦しそうにこう手をこうこちらに差し伸べながらさまよってるじゃないですか。でボケーっと右手を出してですね、欲しがっているというか無気力なんですけど、ここにですねちょっと見える範囲にコインを置きましょうか。そうするとうわーちょうだいって言ってきますよね。で手に入れたら何食わぬ顔でこう一定方向にさっきの人と同じように歩き始めました。これは拠点に向かっているということになります。どういうことかというと、コインでこの拠点のメンバーになってもらったってことなんですね。で、歩いて向かっていると。なんで、じゃあ向かってもらった後何をするかっていうのはまたちょっと後々詳しく話をしようかなと思うんですが、大工さん来ないですね。切ってっていう発注をしたんですが来ない。あ、来ました、来ましたね。多分向こう側での仕事を終えてですね、またこっちかいと一度に頼んで、あ、これです、これはは言ってますね。こんな感じで息切れすると走れなくなるんです。でこれが結構まあ危険なんですね。敵に襲われ始めるとまた伝わるかなと思うんですが、まあ、これがこのゲームのいいところですね。そのある程度リスクがあるんで、それと付き合って上手にこうプレイしていかないといけないっていうことになります。で一応そうですね、ここの地図を見てもらうといろいろこう島があるんですよ。今はこの中心の島にいるんですけど、周りに 1,2,3,4,4 つぐらい島がありますね。でここの島をから船を作って脱出したら、この次どの島行きますかっていうことを選ぶんですけど、その島でも同じように島に渡っていったらまたその島を脱出する準備をして脱出するっていうゲームだから本当に真の目的は分かんないんですよね。でもそれが面白いんですよ。まあ、どこが面白いかというのはちょっとなかなか今のところ伝わりづらいとは思うんですけど、あー出ました、これを待ってたんですよ。この地面にちょっとした盛り土があるんですけど、これを探してました。でまたコインがありますね。これで発注ってやるとなんか出ました。さあさあさあ、また大工さんがですね、一度に言ってくれよっていう感じでまた戻ってきますね。でも嫌味は何一つ言わないんですよ。これはすごいなと思うんですけど。でトントントンと工事が始まります。そうしたら何かしらが出来上がります。はい、何でしょうね。その説明をまた後でしましょう。でこれ切らないんですよね。なんでかっていうと、このキャンプを囲んでる木ですね、一本ずつ左右に残しておかないとこのキャンプ消えちゃうんですよ。でキャンプが消えると新しい人が出なくなってしまう。新しい人がいないとこの拠点の人数が増えなくなる。だから切らないっていうことですね。さあさあさあ、一応ですねやりたいことはできたんで拠点の方に戻ろうと思います。お、さっきの人が、おー、狩人が狩りをしてますね。この辺を切ってもらって、おー、いっぱいコインを出してくれました。この狩人さんはですね、この島に住んでいる生物をやっつけると、その生物がですね、動物がコイン出してくれる。それがまたすごいんですけど、そのコインをこう集めて王女様に、わあ、いっぱい、これこの水がめの超えるとですね、捨てちゃうことになるんで、こうあんまりもらいすぎるのも良くないんですけど、
はい、ということでいろいろ人が中心部に集まってますが、ここでですねコイン2つ使うと弓矢を作れるんですね。こんな感じで、そうするとさっき中心部にいた人たちがここに来てその弓を持って、で狩人になるってことです。わーっと走ってますね。あ、夜になった、夜になりました。ちょっと敵が襲ってくるんでそれ見ましょうか。はい、月が上がりました、夜になりました、人狼が開きます。でこれさっき左端で作ったやつと同じですね。これ何かっていうと壁なんです。壁、これで敵からの攻撃を守る、拠点を守るということになります。さあ何が来るんでしょうか、見てみましょう。来ました、来ましたね、何匹か来ましたね。でカリードがこう矢で倒しました。はい、これで夜の襲撃終了になります。でこの壁に、またコインを3枚投資すると工事が始まるんですけど、これグレードが上がるんですよ。ちょっと後で見ましょうか。で拠点もこの通り中心部で丸があると。この基本的にはこのコインの出現、空きの出現があるとここで何かできるってことなんですけど、これビビビビーっと入れていくとこの拠点がレベルアップするってことですね。はい、あー、こんな大きな壁ができました。でこの壁のところに行くともう新しい新規のコインのマーク出ないんで、これが一番最高の壁ってことになります。ほいっとリクルートしていきましょうか。リクルートしながら今度は右足を見ていきます。あー、息切れしましたね。これ途中に牧草がないんでスタミナが回復できないんですね。さあさあ王女様がこんな暗い林の中を松明一つ持って出かけていくと。でここにもなんかありますね、コインが使えるボムが。あ、そうか、一番最初は右端行きましたね。牧草で回復で、先ほどの壁ありましたよね、これ発注しましょうか。あの壁を作るところまでが領土ってことになるんで、その壁を外側にこう持っていきたいんですよ。でさっきは本当に拠点のすぐ隣に、壁を作っていましたんで、それを広げていきます。でまあ、ちなみに今はですね、自分はあんまり初心者っぽいことをしておりません。本当だったらこうもっと安全にちょっとずつ広げていくのが基地なんですけど、これ右端なんか怪しげな壁がありますよね。これが敵の拠点になるんですね。このギリギリまで広げるということをしようとしております。ここから夜になると敵が出現すると。で日が暮れました。で敵が来ました。さあ何が起こるかというとドーンと攻撃してきますね。そうするとこっちの手持ちのコインがこう吹っ飛んでいくわけですよ、ボーンと。そしたらこの敵がそのコインを持って自分のねぐらに帰っていくということになります。であれ他っておくと何が起こるかというと、拠点の壁を壊して拠点の中にドーンと入ってきて、で拠点の中にある例えばさっきの弓とか作ってましたよね、あれを持っていくっちゃうんですよ。でさっきの襲撃の時は王女さんはこうコインがバーンとなくなっただけで済んだんですけど、コインがない時の王女様が攻撃されるとこの王冠が吹っ飛ぶんですよ、ボーンって言って。でその吹っ飛んだ王冠をその敵に持っていかれるとゲームオーバーってことになります。あれ
なかなかここに拠点作りたいんですけどね。はい、この辺も切ってもらいましょうね。はいはい、ほいっと。この盛り土もですね、そのこの木が近くにあるとどうやら建てられないっていうルールがあるらしいんですね。なので伐採を効率よくやっていかないといけないわけです。でここの大きな岩にもコイン3つで何かできるっていうことになってますよね。これもお見せできたらいいですね。ああそうか、大工さん一人だときついですね。大工さんも増やしましょうかね。お、はい、壁、壁を作ってください。なのでここまでが領土になりますので、ドンと。でこの1レベルの壁だと敵にすぐ突破されちゃうので強化します。でまだ日が昇ったばっかなんで時間もありそうなのでここも発注しておきましょう。で戻っていろいろ作業しましょうかね。これ今実況中だと音楽は聞けないんですけど、きっと素晴らしい音楽が流れてますよね。はい、リクルート。おお、狩人がですね、領土が右側まで増えたんで移動してます。はいはいはい。あ、ここで無職の人たちがいっぱいいますね。で、いっぱいいますね。で、ここで金槌コイン3枚で1個作れるんで作りました。そうしたらダーッと走ってきて。持って大工さんになりましたね。で僕はあと2の3、はい、合計で4人になるように作りました。であとは弓矢さんを作っていきます。で何気なくここにいる方ですね、なんか動物連れた人、この人もなんか役割は毎日ここに来てコインをくれるっていうことなんですよ。コインをくれる人なんですよ。なんでしょうね。じゃあ右端見に行きましょうか。この辺もちょっと牧草、土地を慣らしていけば牧草ができるんで、そうするとこの息切れもなかなかなくなるんですけど。結構マイペースに行きますね。ちょっと走って行ってもらいたいんですけど。おお、コインくれました。動物をハントしてくれたんですね。お、攻撃を受けています。壊されちゃう、壊されちゃう。ほら、コインが欲しいんだろ。コインあげるよ。こんな感じでですね、もうこのダッシュが欲しかったですね。もっと前に本当はその嫌で撃退して欲しかったんですけど、それができない時はこういう身をもってですね、こうコインで解決する、お金で解決する大人にならなければいけません。でこれちょっと曇りになってて見にくいんですけど、赤い月がこうできてますよね。これはブラッドムーンって呼ぶらしいんですが、まあ、何日かに一回こういう敵の大軍が押し寄せる日があるんですよ。だからこれに備えてちゃんと自分の拠点を強化できているかっていうところがポイントになってきます。でこれが面白いんですよ。ものすごい大軍が来るんですよ。そのやっぱり後半とかになると。でただの大群じゃなくて違うタイプの、なんていうんですか、その敵キャラクターも出るんですよ。もっと凶悪な。でそれに対して自分が準備できているのかどうかっていうことも
も問われるゲームになるんで、その辺がなんかこう手腕を問われるところが面白いですね。でこれコインくれて、この1枚くれってなってますよね。こう1枚やるとこう自分のねぐらに返っていくんです。この辺もよくわかんないですよね。あのコイン10枚らしいんですけど、10枚ブワーって渡して1枚ちょうだいっていうモードになるんですよ。で1枚あげると返ってくるんですよ。で翌日もまた10枚持ってきてくれるんですけど、まあ、個人的には9枚でいいから、それをずっとやり続けてって思うんですけどどうですか皆さん、なんかそんな感じしませんか。っていうか、まあいきなりこのゲーム見始めたら何のこっちゃだと思うんですけど、はい、ということで船の修理を始めます。こんな感じでですね、いっぱいコインをつぎ込むと、まあ、これも発注ですね、また大工さんがここに走ってきてですね、トンカントンカンやり始めて、船をノアの箱舟を作ってくれます。でそれを待ちましょう。はい、来てくださいね。で先ほど左端に作った拠点に、この通りカリウドがですねしっかり仕事をしてくれてるんで、コインをブワーッとくれます。これが狙いで最初にここまで広げました。でここでコインを手に入れて、また発注ができるんですよ、船の修理ので。大体この最初の島は、まあ、今回は結構おしゃべりしながらだったんであれなんですけど、最短だともう5日目には修理完了するんですね。今何日目だろう、7日目、この右上の、分かりにくい数字ですね。これ7っていう意味ですね。まあ、ファイナルファンタジーとかドラゴンクエストとか、やってきた方だったら、1,2,3,4,5 の数字の表し方ってこれなんで、馴染みがあるかなと思うんですけど、まあ、これが数字になってます。